今日7日日曜日の午後1時18分、静岡で気温が40度に到達しました。40度以上となるのは全国で今年初めてです。アメダスの実況気温で見ていきます。西日本、東日本の上空は真夏の夏真っ盛りの時期でもあまりないような暖気が流れ込んでいて、午前中から厳しい暑さになっています。静岡では午後1時18分に40度を記録しました。国内で40度以上となるのは今年初めてで、昨年8月10日に石川県小松市で観測して以来です。また東海地方で40度以上を観測するのは2022年7月1日の岐阜県多治見市以来となります。今日は体温を上回るような猛烈な暑さになっているところが多く、熱中症のリスクが非常に高くなっています。この後も最大限の熱中症対策を行うようにしてください。最新の暑さに関するニュースや情報などはアプリウェザーニュースからご確認いただけます。